はい、それではただいまより勝山市私学の定例記者会見を始めさせていただきます。まず、はじめに福井新聞の大野支社長が3月の上で交代になっておりますのでご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。すみません、ご挨拶を取りまして、本題ならばこの日までに皆さんにご挨拶に会わなきゃいけなかったのですが、ちょっと県議選に巻き込まれておりまして全陣営を回っておりまして、すみませんが、で、平成17年と、17年と18年に大野支社の記者として赴任してまして、その時に勝山市さん の取材もさせていただきました。で、まず経験を生かして、また福井新聞と勝山市さんとの関係も良好な関係を築きたいと思っておりますし、勝山市が発信されていくことを、我々もあとお教えていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。では続きまして市長よりご挨拶をお願いいたします。おはようございます。新しい言語が発表されまして、5月1日から新しい時代が始まります。勝山市も中部重化自動車道路の全面が開通とか、恐竜博物館の充実、さまざまな発展的な要素を捉えてですね、限りない発展を目指していきたいというふうに思っております。今日はここに書いてある9つのことで発表をさせていただくわけですけども、ちょっと後で私考えたというか思いついたことがありまして、それはハワイ青少年交流事業が、今、6回目かな、行っておりますけど、非常に充実してまして、まだ非公式に報告があったんですけども、今回非常に良かったと、感動的な指示にもあったことも聞いております。ライオンズクラブが相当支援しながら行っているわけですけれども、私もライオンの一員として昨日その報告が一部あったものですから聞いておりましたところで、非常に中身が充実していたし、さらにはその市と市の市というのは勝山市ですし、向こうはハワイのホノルルなんですけれども、その市と市の交流というよりもライオンズクラブの人たちの交流ということが支えになっていて、それが母体にされてですね、青少年の交流が今ハワイの方ではそのライオンズクラブのお世話でもって向こうの大学カレッジのかな、ハイスクールとカレッジでのいろんな交流になったと、大変身の良い交流だったことを聞いておりますので、またこの帰ってきた歓迎会というか報告会あるんだろう、その時に、またご案内いたしますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは記者発表内容に移らせていただきます。まず1番、北郷の町屋屋敷重要文化財旧木下家住宅完成式典について、2番、勝山市指定文化財旧中尾発電所第1号発電機展示施設の完成について、3番、春の平泉寺一斉清掃について、続けて文化財保護室から説明をお願いいたします。文化財保護室よろしくお願いいたします。それではまず資料ナンバー1番からご説明させていただきます。北郷の庄屋敷重要文化財旧木下家住宅完成式典ですが、今日合わせてですね、この中事業で作成しましたパンフレットも公開させていただきますので、一緒に見ていただきたいと思います。この旧木下家住宅は国の重要文化財に指定された江戸時代後期の海洋近代になります。建てられたのは天保10年ということで、西暦で言いますと1939年ということで、今年ちょうど180年目を迎えます。
でこの建物もですね、建てられてほとんど修理がなされずとなってですね、建物が歪んだりですね、白書で雨漏りが発生していました。でそこで平成27年度からですね、国と県の補助をもらって4管の計画で本格的な保存修理工事を進めていました。でこの修理工事がですね、昨年の10月末に完成してですね、それからの建物を火災から守る放水銃、例えばあの世界遺産の白川湖なんかでこう水がこうかかるある、ああいう、装置で、まあ、蚊帳に火が移らないようにという、そういう設備とかですね、消火栓などの防災設備工事が完了してですね、さらに木の車系をこう活用している上で欠かせないトイレとか流しをですね、建物内に設置する便利施設整備工事がですね、今年の1月末で完了しましたので、ようやく、今月のですね、24日水曜日ですね、午前10時から完成式典を開催することになりました。で式典はですね、10時から始まりましてですね、10時半頃にはテープ館で、それから10時40分頃からですね、鷲野保育園と北野小学校の児童園でアトラクションを予定しています。で式典終了後ですね、立川市佐藤連合会による展示会を予定しています。で雨天の場合はですね、式典のみ北の公民館で行われましてですね、参加者がバスに乗っていただいて木の式典を移動して現地でテープカット以降を行われています。でこの完成式典に先立ちまして、報道関係者の皆様を対象にした内覧会ですね、これ4月22日月曜日午前10時から行われますので、ぜひご参加いただきたいと思います。でオープン後の開館時間につきましてはですね、午前9時から午後4時までということで、この時間帯にシルバーの方が1人医療人形を入れたりですね、大放送対応をしていただきます。で入館料は無料、休館料は水曜と年末にしております。あとですね、また特別な行事等でですね、木下家を使用したいという場合はですね、事前に申請してもらえれば 和室に限りましてですね、有料で使用することができるようになります。でこの使用時間は午前9時から午後9時までということです。使用ナンバー1番につきましては10番です。続きまして使用ナンバー2番についてご説明していただきます。立川市指定文化財旧中尾発電所第1号発電所の電気施設完成についてということですが、これまでこの発電機はですね、北谷町杉山文化跡地に保管されていましたが、この度ですね、建屋記念館夢用の広場の東側に展示されることになりました。でこの発電機はですね、明治41年に完成した県内の2番目の中尾発電所の発電機として設置されたものです。で水車はドイツ製で、発電機はアメリカ製で、いずれも明治41年の製造になります。でこの発電機によってですね、発電された電力は発電はだけじゃなくてですね、福井方面に送電されて、家庭の電解炉、歯舞台を力所という動力として大いに利用されていますね。さらにはこの大正3年に、現在の一連鉄道の前身になります、福井と勝山を結ぶ北陸初の電気鉄道、一連電気鉄道を走らせてですね、羽舞台の先生機も運ぶように使われ、勝山市をはじめとする産業発展を貢献したものです。で平成4年にですね、新発電所を建設するということで北陸電力から勝山市に寄贈され、平成7年には市の指定に入り、平成19年には近代3年生にも入りました。そこでですね、お披露目ということで、4月16日午前10時10分からですね、夢の広場のところで、お披露目をしたいという考えです。で、当日はですね、正規日小学6年生の、30名からご来てもらってですね、それから発電機を新規でいただいた北陸電力福井支店長、竹内支店長さんにもお越しいただいてですね、子どもたちと一緒に、除幕っていうんですか、そういうことを、していただくという計画をしています。でその後ですね、いわゆる松村学院に発電機に来て説明をしていただきます。資料ランバー2番に関しては以上でございます。あと資料ランバー3番について、平成の実施策についてご案内をご説明させていただきます。平成では皆さんご存じのように、国の史跡、それから白山国立公園に指定されてですね、非常に活躍者を代表する観光地だったんですが、この清掃はですね、毎年春と夏ですね、平成区民の方が楽しんでいるところになっておりますけど、だいぶ高齢化ということで非常に大変な作業になりますので、それに合わせてですね、広く清掃ボランティアを募るということになります。でこの取り組みはですね、平成20年からボランティアを募集しておりまして、今年もですね、4月の第2日曜日14日に行うことになりました。で例年ですね、ボランティアの方は大体60名から70名ぐらい参加いただいて、そのうち新職員は20名ぐらい、
その他富田の総年会とかですね、いろんな市民の方に参加いただいておりますので、ただこういうボランティアの募集につきまして、周知の方よろしくお願いしたいと思います。以上です。続きまして4番弁天桜祭りの開催について、5番八山親木祭りについて、6番市内観光施設ゴールデンウィークのイベントについて商工観光課より説明をお願いします。商工観光課です、よろしくお願いします。まず4番目弁天桜祭りの開催についてということでご案内いたします。これ先日実は特産に投げ込みをさせていただきましたので内容についてはご報酬かと思いますが、1点だけちょっと説明いたしますと、桜祭り明日明後日になりますけれども、鯉のぼりの設置の方も4月9日からというのは今年はなりましたので、そちらの方もここだけちょっと確認をご提供します。4月9日の午前中に設置をするというふうに業者の方が考えておりますので、そちらの方でよろしくお願いいたします。内容については特に変更はございませんのでよろしくお願いいたします。続きまして、資料ナンバー5になります勝山おやき祭りについてご案内をさせていただきます。今年の4月14日日曜日になりますけれども、勝山城博物館構内と書いてありますが、こちらの方で、勝山おやき祭りを開催したいと思っております。勝山おろしそばでありますとか勝山おやきというのを今観光的にましては勝山の名物として売っていきたいという中で、この4月14日は、裏目見ていただきますと分かるとおり、勝山城で毎年行われております清明茶会、これも最近では国立最大規模の茶会になっているということをお伺いしておりますが、こちらの清明茶会と一緒に何か賑やかなイベントできないかということで、今回この勝山小焼き祭りということを、企画させていただいております。こちらの方、お焼きを市内で売っております11の店舗がございますので、その全店舗からお焼きを取り寄せまして、こちらで販売をしたいと思っております。それと、お焼きを少し炙って食べていただけるようなその休憩コーナーを一部置きましてですね、ちょっと七輪が何か置きまして、ちょっと炙っていただきまして、各11店舗、全て食べられるかどうか分かりませんが、余裕のある方はいろいろ食べ歩きとか食べ比べをしていただけないかなということで、こういうお茶会に待ちたようなイベントということで、ちょっとお焼き祭り、勝山お焼き祭りというのを今回、企画させていただきました。なお当日の中ではお茶会もやっておりますし、博物館、勝山城博物館そのものの入館は当日の無料でありますので、またこちらの方も一度ご主催の取材の方よろしくお願いいたします。勝山お焼き祭りについては以上でございます。続きまして、市内観光施設ゴールデンウィークのイベントについてということで、ちょっと時期的にちょっと早いとは思いますが、ゴールデンウィーク今年は最大10連休になります。その間、いろいろゴールデンウィークにあるイベントにつきまして、ちょっと1枚、簡単にまとめさせていただきましたので、よろしくお願いします。資料とチラシなんかはまた別についていると思いますので、細かい内容はそちらをご覧ください。まず、片焼き年間夢惚れ勝山のゴールデンウィークの、特別企画ということで、子ども夢広場というのを今年も開催いたします。この10連休の間、片山記念館夢折勝山におきまして、夢折コンサートでありましたり、日替わりメインでいろんな体験メインとか、羽生ちゃんのレースとか、いろんなことをまたいろいろたくさん盛りだくさんに考えておりますので、チラシもご覧いただきまして、今日のところにつきましてまた取材等あるいは周知等をよろしくお願いしたいと思います。次に越前大仏のうまいもん祭りと花祭り、これも例年この時期にやっているんですが、今年につきましては4月28から29日、この2日間、10時から16時ということで、越前大仏の門前町の方で、うまいもん祭りと花祭りを行います。主な内容といたしましては、ここに書いてあります通りですが、浦上さんによりますタップダンスのパフォーマンスもあると聞いておりますし、うまいもん祭りといたしまして、おろしそばであったり、アイスクリーム、ジャージー牛のアイスクリームとか、岩の塩焼きなどを考えています。あと一応花祭りとしましては白象のパレードというので、こういうのも例年やっているというお聞きしておりますが、こういった内容で、開催をされているということでございます。あと3番目はスキージャム勝山の新緑アウトドアフェスティバルということで、スキージャムの方でもこのゴールデンウィークの期間、アウトドアフェスティバルということで、グリーンシーズンのイベントということで、いろいろ恐竜の園地でありますとかとりあえず温泉なんかも実施するということでございますので、また取材というふうにお伝えよろしくお願いいたします。最後に4番目ですが、平泉寺と内山の写真展ということで、これ白山平泉寺のあの蔵、白山亭という建物がございますが、その奥にありますあの蔵、あそこは普段から、ギャラリーとして活用できるように整備がされておりますので、そちらの方で北野武雄さんによります写真展、平泉寺と内山ということで写真展を
企画されているということでございます。日時期間につきましてはここに書いてあります通り7月27日から5月6日、ゴールデン期間中9時半から17時の間で展示をしているということですので、まだよろしければ周知あるいは集会の方をよろしくお願いいたします。まずは以上でございます。では続きまして7番、ゴールデンウィーク期間市役所会長にゴミ収集に持ち込み観光施設開館状況について説明をお願いします。総務省の総務官です。よろしくお願いします。それでは資料ナンバー7をご覧いただきたいと思います。10連休中のですね、主に市民サービス関連の市の対応についてご説明を申し上げます。まず市役所の会長日ですね、5月の2日、ちょうど6日、10連休中の6日目に当たりますけれども、中ほどということで、5月の2日の午前中に、戸籍、それから住民票、印鑑証明の証明書の発行のみでございますけれども、臨時的に窓口を開きたいと思っております。なおよく言われております5月1日にですね、婚姻届、令和元年の初日になりますね、に婚姻届を出そうということが十分予想されますけれども、勝山市の場合は年間婚姻届は大体去年の実績で80組年間で受付しておりますけれども、来られても多分数組だろうということで、戸籍の受付に関しましては従来通り基本的に宿日直市役所の裏の方になりますけども、そちらの方で対応いたします。今のところですね、5月1日に出したいというお問い合わせを、数組いただいておりますので、もし一時重なった場合は臨時で的に職員を増強して対応してお待たせしないように努めたいと思っております。また2番目としましてゴミですけれども、これまでもですね、土日は収集いたしませんけれども、祝日は基本的に収集しておりました。それでですね、ただしこの従来からそうなんですけども、いわゆる3日から6日、この期間に関しましては、大変市民の方にご協力をおかけいたしましてと、収集をいたしません。と申しますのは、主の勝山の場合は、すべてビューグリーン奥越の方へ、持ってきますので、ビューグリーン奥越の、いわゆる稼働に合わせたということで、ございます。3番目はそのビューグリーン奥越の市民の方が持ち込む日でございますけれども、今申し上げたように3、4、5、6以内は持ち込めるといったところになっております。4番の看護施設の開発状況は今北川課長からありました通りなんですけれども、ここに対する施設につきましては、関越道が5月1日、それから勝山城が5月1日には休館されますが、それ以外の施設につきましては、すべて10連休中、開館をいたします。以上でございます。続きまして、8番、平成31年度、我が町魅力発散事業の募集開始について、ジオパーク、まちづくり会議説明をお願いします。はい、ジオパークの質問でございます。資料ナンバー8をよろしくお願いいたします。平成31年度我が町魅力発散事業の募集の開始についてご説明申し上げます。勝山市では平成14年度から我が町元気発掘事業、創造事業、発展事業ということでそれぞれ3年タームで、事業を行ってきておりました。で今後その後我が町魅力発行事業、醸成事業ということでまた3年ずつ経過いたしますと15年が経過し、これは内容的には地域の自然遺産であったり歴史の遺産、産業遺産とそんな地域資源を保護保全をし次世代に、人材育成を行うなど、市民による自主的なまちづくり活動、これを、支援をしてきたということでございます。現在は平成29年度からそもそもまちづくりの指針として勝山市はこれまでエコミュージアム構想というのを掲げてきておりましたが、これを今はジオパークの方にシフトしてそちらをエンジンといたしまして、まちづくりを展開していくということになっております。今現在は、
わが町魅力発散事業ということで、これがちょうど3年目になります。3年目になりますが、このまた今年もこれを展開いたしてきますので、まずこの通り、各にあります通り、今年のわが町魅力発散事業につきましての募集を開始したいということですので、事前告知、取材等についてよろしくお願いしたいということでございます。まあ、対象につきましては、ここに書いてあります通り、各地区、まあ、口づくり団体、5人以上で構成されている市内に拠点を置く市民団体、あるいは、まちづくりに取り組みたい市民グループ等がである場合と、ジオパークチャレンジ事業といいまして、これからまちづくりに参加していく若者のグループ、新しいグループ、地域で活動する女性グループ等、そういった団体につきましては、また新しくチャレンジ事業というのもございます。募集期間につきましては、それぞれ4月1日からもう募集が始まっているということなんですが、今月4月26日の午後5時までが募集期間となっております。なお、ジオパークチャレンジ事業につきましては、これはもう別に門戸は広く開けているということもございまして、この期間はもちろん同じなんですけれども、その後であっても随時チャレンジ事業については受付を行っていくということでございます。その出揃いました、内容、事業内容が集まったときに、公開の審査会ということで、5月の12日のまた審査会を予定しておりますので、そちらの方もまたよければ取材等をよろしくお願いいたします。ラノマツミル発散事業につきましては以上でございます。では続きまして9番、トヨタガズーレーシングラリーチャレンジ恐竜勝山の開催について商工観光会議説明をお願いします。はい、では商工観光会議をよろしくお願いします。トヨタガズーレーシングラリーチャレンジ恐竜勝山の開催ということで、今年が4年目になります。4年目になりまして、今年は5月の26日10時からまたスキージャンプ周辺で行いたいということで、まずは事前の告知ということで、今年の日程等だけをお伝えしていきたいと思います。まあ、内容的にはビューポイント、今度は目の前でやっぱ見れる場所っていうのを今年も設置をしたいと思ってますし、トヨタ、県内のトヨタ、6つの販売系の会社でございますので、そこが一緒になりまして、いろんなイベント、例えば職人体験型のイベント等をやります。あと、市役所の前でセレモニアルスタートといいまして、まあ、セレモニー的なスタートを、まあ、市民との触れ合いの場であったり、皆さんいろんな方に見ていただくということで、ラリーではなく、ラリーカーとして、順次スタートしていくというセレモニアルスタートを今年もやりたいと思っております。細かい内容とかラリーのルートあるいはそのセレモニアルスタートの詳細につきましては、今後また決まり次第またお知らせしていきますのでよろしくお願いいたします。以上です。記者発表内容については以上でございます。質問とありましたらお願いいたします。締めナンバー2の、発電機を復活することなんですけど、これ、胴体では当然ないですよね。いわゆる、なんかこう、動かせてっていう感じなんですね。発電機はそのままこう移設しましたけど、動くわけではなくてですね、その発電機本体ですね、水車と、まあ、発電の部分をあそこに展示して、まあ、触れるような状態では、動くだけでもいいかもしれません。発電機の自体の大きさってどれぐらいですか？大体15メートルほど長さは建物がありますが、そこに、まあ、収まるくらい。ギリ20日ぐらいで。はい、ちょうどいい感じでこう入ってますので。今までちょっと窓は開けてないので、見えるというのは絶対に見えますけど、はい、見えるんじゃないですか。今見えるよ、まだ今窓を開けてお昼間だ。木下家住宅のことなんですけど、これ1月末に一応工事は全部完了したということでよろしい？工事は1月末で全て完了いたしまして、今開館に向けていろいろ準備をしているところでございます。で、来年会の準備はちょっといろいろ大切なところに思っています。でもまだ準備なんかでこの時期までちょっとずれたってことなんですかね。だからゴールデンウィークの外からの大きなゴールデンウィークなので、その前に運営をしてまあ、いろいろしていただきたい。
あ関連で和室に占用できるっていうのは一般の人が説明が分かったんですけど利用できるってことですか。例えばですね、その和室を利用してお茶会をするとかですね、いろんな団体がです、ね、計画した場合は事前に、まあ、申し込んでいただいてですね、それでその部屋を、まあ、その時間だけ占有できると占有できるということで、まあ、見学者はですね、ちょっとそこを下げて、いろいろな、そういうところが自由に見えますので、その部屋を、まあ、一応、そういうイベントなんかでも有料で、使うことができると。ただ、社会協会の団体でですね、加藤氏が講演しているような団体であれば、まあ、減免、その収容を、減免することができるという内容になっています。二階みたいなことも大事なの？二階みたいなことも飲食あ、飲食飲食もですね、一応内容を知っていただいてです、ね、申請していただいて、まあ、その木下家のいろんな、雰囲気を壊さないとかですね、そういうことであれば、許可させていただくという内容になります。あと、おやき祭りのことで、すみません、もっとおやき祭りって今回初めてですか？まあ、おやき祭りっていうもの、そのもの自体は初めてです。で、勝山城を使ったそういったにぎわいのイベントという、にぎわい作りのイベントというものを今回が初めてです。なるほど。主催は、勝山市が主催するという形に、お茶会の博物館が主催になっている。まあ、どうせやるなら同じ時にやるということで、お茶会はまあもちろん博物館の方ですし、こちらにつきましては活躍しておりますと、はい、あくまでこう実施主体は別だけども、その日一緒に連携して、そうです、そうですね、はい、校内ってどのあたりに並ぶの？ですね、駐車場から博物館行くまでに坂があると思うんですね、有名な坂、そこにテント並べてこう、まあ、配置をして、途中のところ中継所かなんか作って、そこでは7人かなんか置いてあぶれんかなーってなことを考えて、だから正直外って、そうです、まず初めてですね、あんまり聞かんときます、すいません。ラグビーのソフトクリーム屋さんがこう、ここからこう行く、そうです、ソフトウェアさんの前は少し広い敷地があるのですが、その横からこう案内に上がってくる場合もあるんですが、まあ、こちらが一応メインというのを考えてください。お茶会そのものは建物の中でやってるんですね、はいはい、お茶会は基本的に中なんですね。で、前はその日本庭園のところで野田ってこうやってたんですが、はい、今回ないんです。本当はそれでやってほしかったんですけど、中で野田店は天守閣でやるって聞いてるってことですね。あ、なるほど。どういう形か分かりません。だったら各館でやられることなので、まあそう聞いてます、今年は。はい、天守閣でやるなんて、よく分かんないです。天守閣でやるなんて、全部分かんないです。まあ、それ取ってください。取ってください。あ、これ、おやき祭りの11店舗の中で、あなたに参加した店とかって増えたんですか、前よりとか。はい、前ってか、おやき作ってるところが、これで増えたんですか。もともとおやき祭り、まあ、うちが勝山おやきとして売り出している時から11店舗のまま変わっておりますので、そのまんま今回出していただいて。ということは、毎年食品じゃなくて、普通に。毎年食品って言い方、今までと一緒という。ああ、新しいおやき会というじゃなくて、それぞれのお店がこれまで出していたものをそういうのを出していただくということですね。いや、変わったらなったら面白いなと思って。見た目が全部一緒なんで。確かに。理由違うんですけど。あともう一つだけ、こいのぼりの設置の時間とかって今決まってますか？何時からって言うのか。そう、まあ、じゃあ、
まあ、ちょっと業者さんがいるんですけども、11時頃来ていただけるとちょっと見れるようにしておきますっていう。11時で見れる見れるというか、まあ、一応なんとかそこから取材しても何か意味のあるような形っていう意味、まあ、もう最後の段階に入っているものは見れるんですけど、まあ、天候が次第というのはありますけども、向こうはどうもそういうぐらい当てでいるようでございます、はい、ありがとうございます。天気次第なのね。弁天今何回ですか？弁天昨日の夜で、昨日の夜そぞら歩きになったそうなんですね。まあ3年ぐらいですかね。この今日明日結構気温があるので、日曜日にはもう少し開くのかなと思いますけど、4月の9日になります。で今4月9日の11時ぐらいに来ていただくと大体準備が終わってるかなと思います。まあ、そうだ、相手にそのまだあるんです。ゴールデンウィークのこと聞いていいですか？市役所の会長部の安定たちの婚姻届の受付って、休日は何時からですか？はい、婚姻届とか戸籍の受付は、まあ、1年中、まあ、夜受付をせなあかんというふうに、戸籍の方かな、で決まっておりますので、社長、業務やってない側はもちろん市民課で行いますけれども、それ以外は市区直筆の方で。日付変わったら飲んでくるかもしれない可能性はあります、うん、はい、はい、あと私の知り合いとか、はい、平成最後の日に結婚の婚姻届を出すっていう人もいるんですよね、はい、カップルがお互い平成生まれ同士で平成の間に出したいっていう、そうそうそう、そういうことを、問い合わせを1件だけ、市民課の方でも聞いてるらしいです。ただ、実際来られるかどうかはちょっとまだはっきりしておりません。はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか？この他、その他も聞いていい？その他、その他、いや、時代の変わり目のところで何かやるっていうのをもし何かお聞きしてたらお伺いしたいなっていう。何の変わり目というか、要するに令和、その平成から令和にかけて、なんかあの令和の日になった当日とか、なんか特に何かあるかなっていうのを。逃した方がいいですか？各マスコミその何、平成最後の日とか、令和の日。結構もう割と休日なんですけど、そこだけはちょっともう時代の変わり目なんで、大体休日だけど人出していろいろやるんで、なんかあると食いつきます。なんかあると食いつきます。どうですか？ちょっと検討しますか？なんかありましたら即流します。あとほら、平成の重大ニュースみたいなのいつもの、また週明けぐらいにお出しできたらですね。それは勝山市のニュース、まあ、平成のってみたいな。わかりました。訂正でごめんなさい。先ほどちょっと初めてごめんなさい、10メーターって言いましたけど、5件の時に2件の並びに入ってるんで、まあ、10メーターぐらいまでの大きさになります。長さが。この間、皇太子様がいらっしゃったときに、このためにお話した人と一緒にやってたんですか？いつの話ですか？皇太子最後に来た大国という国体か。福井県内だと、多分それが最後に話された人だと思う。国体だけなので。
ちと特に誰とも振り上げる時間はなんかあったんですか。ボランティアボランティアの方ぐらい、最後お言葉をかけられたぐらいの方が、うん、それはもう中止やもん。それぐらいですよね。それ誰っていうのは分かるんですね。スポーツ系聞けば分かるんです。じゃあそれを調べて、やっぱそういうのはなんかあれかせって絶対言われるんで。そこら辺の関係まで調べてくれよ、はい、そういうの管理者の方があったんですよね。よろしいでしょうか。ちょっとその他で一点お知らせがありますので、はい、証拠勧告からお願いします。ちょっと資料がなくて恐縮なんですけども、ちょっと冒頭で情報提供だけさせていただきます。実は加熱量になるんですけども、今これまで今昼のランチメニューいろいろビュッフェスタイルから今ランチメニューいろいろ変わってきてるんですが、今回、今度は勝山の郷土食を前面に打ち出して、まあ、要は勝山の食文化を見せるというような、食べていただくというようなメニューに全面刷新をするということを伺っております。で、今ちょっとお伺いしてますのは、4月の17日にマスコミ向けにそのメニューのお披露目会をしたいというような話を聞いておりますし、あとその新メニューそのもののスタートは4月の20日から新しいメニューとして刷新をしたいというふうに伺っておりますので、これにつきましてはまたうちの広報を通じまして、また詳細につきましては報告させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ちょっととりあえず今、両手いただいております。あれですか、昼か夜かどっちだっけ。基本昼、午前になってランチ。ランチです。昼か昼か17回前、マスコミ向けの披露目なかったんですか。どういうだけ協力かけないですよ。その他質問よろしいでしょうか。17日のお披露目会というのは食べてもらういただくという、そういう設定でしたのかと思っているんです。試食会という試食会になるんだろうと思っているんです。お披露目とはお披露目会って当然食べてもらう。人間でそれ失礼でした。失礼でした。それでは質問の方よろしいでしょうか。また何かあれば担当の方まで聞いていただければと思います。それではこれで勝山市4月の定例記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。